はい、じゃあ今日も来たコメントすべてに切れる生配信第60回目スタートしていくわ。時村寛さん、なんで声聞こえんだよ。おめえに耳があるからだろ。なんでお前外的要因の可能性を示唆してんだてめえ。ウェイジャパンさん、家でカマキリ飼ってるやろ。なんでだ。どこで思ったんだお前。ノーミヤ2000円さん、2000円、うるせえお前。名前と入れる金額とコメント全部に2000円入れてきやがってお前。黒柳ケツコさん2440円、イヤホンつけるから待って、初見です、鼓膜破れるぞお前。お前そのままで聞け。ノーミヤ2000円さん、2000円、皆さん知ってましたか、スパチャは2000円が最高のコスパ。一回名前変えろお前。2000円2000円って読むの嫌なんだよお前。黒柳ケツコさん2440円、イヤホンつけましたで、何お前もう破れちゃってんじゃねえか。だから何言ってるか分かんねえんだろうが。堀北まかないさん2440円、俺さファンクラブ入ろうと思ってる。誰のだ。俺にファンクラブが存在してねえぞお前。まず能宮1万円さん2000円、おてん1万円入れろや。1万円さんだったらお前。越前大野のアッキープラスさん2000円、宇治田今日は北さん見に来てるからあえて下ネタ全開にするね。いやーどこが下ネタか説明しろお前。お前めちゃくちゃ厳しい家庭で育ったのかお前。イヤンが下ネタってどういうことだお前。ポンタさん2440円、あーなんだそれ。やめろお前、 AHHHH じゃねえんだよてめえ。ぬれぬれさん2440円、でぬれ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 ピチャ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 ピシャパシャーン、エッチをブロックするからなてめえ。出たけお前、気持ち悪い。何言ってっか分かんねえんだよお前。めでたいクリスマスさん2440円、高額スパチャしちゃ、名前変えろもう。時期過ぎてんだよてめえ。かなちゅんさん3060円、初見です、ずっと見たかったからやっと生で見れました、感動。顔がタイプなんですよね、馬っぽい感じが。あ、でもサラブレッドじゃなくてロバっぽいところはお前ブロックされなくいいと思った理由を教えろよ。それでなあ答えろお前。イカれてんなお前。なんでお前最終的にロバって言われなきゃいけねえんだお前。ほら足長えわお前。お前意味わかんない、おめえがロバって言ってきたせいで馬だわっていう謎の感情が生まれてんじゃねえかお前。なあそれお前、馬でもねえわ。黒柳ケツコさん2440円、名前変えろ。失礼だろお前。どんだけあの人がちゃんとした人だと思ってんだお前。越前大野のアッキープラスさん2000円、宇治さん今日は岸田さん見に来てるからあえて甘えん坊になるね。お兄ちゃん、あはーん、イヤーンが下ネタなのにアハーンは下ネタじゃない理由教えろや。変わんねえだろ大してお前。トドロキゴロウと宇治原の狭間にいる人さん2440円、うちゃん昨日はホテルで激しかったね。あ、ティーバッグ忘れてる、履くわけねえだろ。お前自分で言うことじゃないけど、お前こっちお前めちゃくちゃ一物金玉両方とてもでかいんだぞお前。ティーバッグがそんなのお前コントロールしきれるわけねえだろお前。考えろお前。カナチュンさん2440円、世の中の馬好きに失礼な、謝ってください、私は馬顔の馬原さんが好きなんです。お前あと一回言ったらブロックするから。税金えぐいさん2440円、お前のことを煮込んだる税金キャラで来い。急に煮込むキャラで来んなお前。ギャラシーさんに3060円、もう一つアカウント上限いったんだけどママに怒られる。お前やめろもう。お前さっきお前取材中にも話したんだよ、何人かがおそらくスパチャしすぎて問題になっていなくなってるって。トンタッタさん2440円、キャンキャンの取材ですか、キャンキャン記者さん、キャンキャン、一回質問の答え返ってきてから盛り上がれ。収集つかなくなるだろお前。あとどこのキャンキャンの記者がお前ブチギレ宇治原取材すんだお前。意味わからんブチギレ宇治原セックス特集おかしいだろお前。堀北まかないさん2440円、 GG チャンネルイコールジュルジュルチャンネル J だろじゃあ。厳しいぞお前、俺細かいことに。ギャラシーさん12000円、あ、ママのプラチナカード見つけた、ダメだろ。やめろマジで。観音鳥族さん、たてがみ素敵です、たてがみじゃねえわ。やめろマジでお前。
バカ野郎チャンネルさん2440円、エヴァンゲリオン初号機ですか。お前過去に言われたわそれ掘り起こしてくんなお前、今日馬で言ってんだよお前、なのにエヴァンゲリオン入れてくんな、馬で言ってんだよって言ったけどお前の名前バカ野郎チャンネルで馬入ってんじゃねえか、めんどくせえなめでたいクリスマスさん2440円、なら名前決めてほしいな、名前決めてほしい、あだ名のやつだな、じゃあお前はまあ EX だな、まあ、EX 堀北まかないさん2440円、どうどう、馬じゃねえんだよふざけんなてめえ、なんでしかもお前俺が興奮してるみたいになってんの、お前らがお前あんまりに馬って言いすぎてお前興奮してるからつって、お前次回お前弟子とかがお前このお前なんか目隠しみたいな馬があの横あんま見すぎないようにするやつお前持ってきたらどうすんだお前、意味わかんねえだろお前。藤原良一さん2440円、白い馬って可愛いよね、シンプルに馬の話始めんな馬に似てるねって話してんだぞ俺に対して。お前ひやまひやま EX さん2000円、宇治の骨は俺が拾うよ、バイオケ、なんでてめえが EX つけてんだこいつじゃねえだろお前ゆばあばさん2440円、ホースの白い馬って泣けますよね、記者さん俺に聞けやしかもなんか数方のえなんだっけ、ホースの白い馬数方みたいな感じじゃない、そうだよな、なんでお前何人かの大人がこうやるんだお前どうでもいいわ別に、数方の白い馬って弟子に聞いたら後ろに記者含めマネージャーとかなんこれ有益な情報じゃない、よっぽど誰かの間違えちゃいけない情報の時これやれや終わってから怒られんのかよ、宇治さんあれ数法ですね次から気をつけてくださいって意味わかんないだろこいつがわけわかんないこと言ってきてんだ馬の馬丸さん2440円、宇治記者来るからって気合い入れてめっちゃ横を髪刈り上げてるやん、落馬したの、落馬したのってなんだてめえどういうことだお前、落馬してこの落馬してる最中にずるずるすられてるので切ったと思ってんのかお前じゃあ左にも一回倒れ直してんじゃないかお前なんで俺が協力しなきゃいけないんだ考えろお前。とどろき五郎さん12000円、あーんつねおちゃん今日はめちゃくちゃにして酸っぱい、俺の死んだ親父いじってくるってどういうことだお前でお前記者がとどろきだってなってんじゃねえかお前神経さん2000円、記者の前で恥かかせたくないけどさ、向いて酸っぱいことを確認してやれよ、お前もうほんとやめてくれお前おい意味わかんないだろお前で、まずこの向いて酸っぱいこと確認してやれよってなんで俺が加えなきゃいけねえんだよお前、意味わかんねえだろお前、どういうことだろお前、なんつって帰んだ記者が、じゃあありがとうございましたってなんのかお前それお前コダック師匠さん2440円、いやお前毎回それだな毎回1ヶ月ぐらい期間空けてきてやーって来るなお前お前怖いぞお前、そんなにずーっとブレないやつ気持ち悪いな。韓国風イキリ大学生 EX さん、 EX 流行んなやめろお前、厳密は EX 最初なんだから EX を先に持ってこいや。黒柳ケツコ EX さん、 EX やめろお前喜んでんの記者 EX 大使の記者だけじゃねえかお前。週5で飲み会 EX さん6100円、グイ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 ビール TikTok やってる EX つけんなマジでお前。ムニ EX さん2440円で初見です、わら初めてのやつがすぐ反応すんな黒猫さん12000円、ちょっと通ります、変なこと言うけど EX つけろやEX で苦痛の体になっちゃってんだよこっちはお前E 松尾翔吾 X さん2440円、限界きた、やり方違えんだよどこで E と X で挟めっつったんだてめえEX 藤原良一さん2440円、宇治そこまで言うから名前変えたよ、お前だけ律儀に前につけんな怖えな本名でお前、どうも EX 藤原ですじゃねえんだよてめえ。とどろき五郎と宇治原の狭間にいる人 EX さん2440円、うちゃんいつも履いてるティーバッグに EX の刺繍入れる、入れるわけねえだろかままかままさん2440円、初見です、支援します、支援って感覚でやってるやついねえわ続いてラブラブムケチンボインボインさん2440円なあこれお前
よくお前 EX フィーバーの時 にもあのそれが忘れるぐらいの勢いの名前ラブラブムケチンボインボイン腹がゲリラ豪雨さん2440円。よっいきなり来んなお前なんかお前記者が唯一挙げた名前があの届き五郎さんとあのゲリラゲリラ腹がゲリラあ腹がゲリラ豪雨さんなんだこれ腹がゲリラ豪雨さんが最後にスパちゃん2440円でバイ喜べやちゃんとしたお前記者の方にお前名前覚えててもらってんのにお前なんなら名前お腹がゲリラ豪雨っていうのをちゃんと言えないことを一回すいませんって言ってたぞお前何の謝罪だお前一番意味わかんない謝罪だわ。